9時前にですね、現時点での状況ということで、日本人、3名、だから外国人1名というですね、安否確認ができましたということで、ご報告をさせていただきました。それで今現在3時までの間ですね、外国人の方2名のですね、安否確認が新たにできました。従いまして、現時点ではですね、日本人3名、外国人の方3名、計6名のですね、安否確認ができたということでございます。外国人の方、新たには2名ですね。ごめんなさい、新たに2名と。お一人はですね、フィリピンの国籍の方でございます。それからもう一方は、ルーマニア国籍の方です。それぞれですね、当社の日記の海外のグループ会社の社員でございます。3名の日本人の方ですね、安否確認できておりますけども、確かお二方はですね、非常に元気だというふうな情報が入っていますね。それから、確かお一人の方がですね、ちょっとこう腕かなんかに擦り傷っていうんですかね、いうものがあると、ただ本当の軽症っていうんですか、そういう状況だと、全体的には非常にこう元気に一人でフライトですね、でアルジェに行くっていうような、それが可能な状況っていうんですか。ニュース報道によりますとね、その軍事行動ですか、昨日から今日にかけてですかね、行われたと、それで終わったというような段階のようでございますので、そういった意味ではまだ非常に 現地大混乱といいますかね、ような状況の中でですね、徐々にではありますけれども、こういった方の生存といいますかね、無事が確認できましたので、会社としてはですね、非常に良かったなというふうに思っています。特に早い遅いというような感覚というのは特に持ってないんですけどね。